京王八王子ショッピングセンターは東京都八王子市明神町にあるショッピングセンター。1989年4月2日の京王八王子駅の地下化に伴い同駅の上に駅ビルとして建設された。1994年9月15日に京王21として開業。1999年3月27日に現名称に改称しリニューアルオープンした。 愛称は、K-8K-8、京王八王子駅及び、八王子駅駅周辺の歴史も、参照1989年4月2日に、京王八王子駅が地下化され、同年12月20日には駅前に、京王八王子高速バスターミナルも整備された。その後、地下化された駅の地上部分に、駅ビルが建設され、1994年9月15日に、 K を21として開業。1999年3月27日に、現在の KO 八王子ショッピングセンターに改称して、リニューアルオープンした。新しい愛称の K-8 は、KO 八王子駅及びその周辺地域を指す略称、K8 をそのまま採用している。2013年10月30日には再度、リニューアルオープン。 K-8 ロゴを新たなものに変更した。KO 八王子ショッピングセンター開業の際には、1960年代から1970年代にかけての JR 八王子駅周辺への百貨店進出の時ほどの激しい反対運動はなかったものの、地元商店会などの要望により取り扱い品目を限定せざるを得なかった。2008年7月22日、 9階で営業していた、軽分道書店京王八王子店で、八王子通り間事件が発生。事件当日と翌日は全フロアで臨時休業し、翌々日の7月24日より営業を再開した。また8月上旬まで被害者を忍ぶ喧嘩台が1階の路面に設置された。2011年9月16日、5階に開店した鉄道模型店ポポンデッタは、 京王電鉄の全面協力により、ポポンデッタウィズ京王トレインパークとしてオープンした。ヘッドマークや、記念乗車券など、京王資料館所蔵の資料展示があるほか、京王レールランド限定の鉄道グッズも販売する。また、京王線ユーザーでもある、ポポンデッタ社長が自ら手掛けた、N ゲージのレンタルレイアウトもあり、持ち込みや店舗で借りた、鉄道模型を走らせることができる。 鉄道関連書籍、雑誌の古書も販売している。2020年には新型コロナウイルス感染症の流行拡大防止のため、臨時休業及び時短営業を実施した。同年4月7日の政府による緊急事態宣言発令後は、翌8日より地下1階の生鮮市場、ドラッグストアなどを除く前提で臨時休業に入り、5月4日に、 緊急事態宣言が延長されたことを受けて、翌5日より休業を延長。5月21日より時短営業にて営業再開し、5月25日の緊急事態宣言解除後は6月1日より営業時間を順次延長。同年7月1日より通常営業時間での営業を再開した。なお、ショッピングセンターや多くのテナントは休業要請の 対象業種ではなかったが、外出自粛の要請に応じて、休業を決定したものである。だがしかし、休業中に持ちこたえられず撤退した、飲食店などのテナントもあった。2010年にマスコットキャラクターとして、k 八王子が誕生。誕生日は8月8日、イベントなどに着ぐるみが登場している。また、八王子のご当地キャラクターとして、ゆるキャラグランプリにも参加した。 2016年6月26日には5階にイベントスペース K8 王子の部屋が完成しオープニングイベントが行われたその後も定期的にイベントや抽選会などが開催されている2019年8月8日には誕生日を記念して6階のテナント、島村楽器8王子店のドラムセットを使用し K8 王子が店頭にてドラムパフォーマンスを披露した 2013年6月に解散した八王子市出身のヒップホップグループファンキーモンキーベイビーズとのタイアップを行っており2010年4月29日から5月16日までの期間限定でファンキーモンキーベイビーズによる館内アナウンスが放送されたまた5回のタワーレコード八王子店には同店の改装に合わせて2013年10月29日から展示スペース ファンモンミュージアム、タワーレコーズ八王子が期間限定で開設された。当初は2014年6月までの予定だったが、ファンの要望に応えて2015年1月12日まで期間延長された。フロア構成は、地上11階、地下1階、地下1階で、京王八王子駅中央口改札に直結する、京王八王子駅、バスターミナルと一体化している。 営業時間は以下の通り、店舗により一部異なる。詳細は公式サイト、施設案内を参照。k 応パスポートカードをはじめ、各種クレジットカードが利用可能で、各クレジットカード会社が発行する商品券、ギフトカードも利用できる。また、k 応百貨店、ギフトカード、k 応百貨店商品券が利用できるが、日本百貨店協会が発行する全国百貨店。 共通商品券は利用できない、KO パスポートクラブが運営する、KO グループ共通ポイントサービス加盟店となっている。ただしマクドナルド、占いコーナーなど、ポイント対象外の店舗が一部存在する。また八王子にちなみ、毎月8日18日28日の、八のく日は、K-8 デーとして、KO パスポートポイント5倍サービスを行っている。館内のバリアフリー設備は、 以下の通り、2020年7月現在、テナントの詳細は、公式サイト、フロアガイドを参照。ありがとうございます。